モートンセシル・クーパーは1940年代に活躍したアメリカメジャーリーグの野球選手。ポジションは当主。ミズーリ州アサートン生まれ。右投げ右打ち。1942年のナショナルリーグ最優秀選手で1940年代のカージナルスの二度のワールドシリーズ制覇に貢献した。カージナルス入団後1938年にメジャーに登場し、 1939年には45試合に登板して12勝6敗の成績を上げた。当初は防御率3点台後半の成績だったが、1940年に弟のウォーカー・クーパーがカージナルスに入団し、兄弟でバッテリーを組むようになってから、メキメキと調子を上げた。1942年シーズンに22勝7敗、防御率1.78と高騰を見せ、 リーグ最多勝利と最優秀防御率の2巻を手にした。同年初めてオールスターゲームにも選出されたが、ゲームでは3回を投げて2本の本塁打を、アビハイ戦闘投手となった。この年カージナルスは、リーグ優勝を果たし、ヤンキースとの対戦となった、ワールドシリーズも制覇、クーパーはこの年の最優秀選手に選出された。 その後カージナルスがリーグ3連覇を果たす1943年、1944年とカージナルスのエースとして活躍し、3年連続での20勝を達成、1944年のワールドシリーズでは2試合に先発して1勝1敗ながら、自責点わずか2に抑え込み、この年のワールドシリーズ制覇に貢献した。1945年シーズン途中に、 ボストンブレーブスに移籍、ボストンでも1946年に13勝11敗の成績を上げているが、それ以後は出場機会が減り、1947年は3勝10敗、1949年にシカゴカブスで1試合だけ登板したのが最後の出場となった。この時は至急、球、安打、ホームランに冒頭と一つのアウトも取れずに降板している。 引退後1958年に、肺の疾患のため、アーカンソー州で死去。ありがとうございます。